なんかやっぱ喋っててけど、うちになんていうの、情熱的なもんがあるなとかっていうふうなことはやっぱ感じるし、なんかやっぱ他の選手とかのこと話すときにも、なんか他の選手を褒めるだけじゃなくて、やっぱ絶対ここは負けてないとか思ったりするっていうことがちゃんと言うな、そういうところはやっぱすごいなって思うし、そんな自信あるなって思いますけどね。でもまあだからプロとか海外に向いてんやろなって話は代理人としますね。あのいい意味で空気読めへんから、うん、海外とかさ行ったりしたよ、はい、緊張とかなかった？緊張はなかったっすけど、ちょっと飛行機の乗り換えだけがちょっと心配ドバイ経由で行った。ドバイっていう、はい、行ったことあります？いや、ないっすね。堺市ぐらいあるんちゃうかっていうぐらいの、はい、大きさが、日本からドバイ行って、はい、降りるじゃないですか。電車乗って歩いて40分ぐらいかけてドバイから バルサに行く飛行機まで。マジですか？バカでかいんですよ、だから。でアラビア語と英語しかあるから、もうミスった終わるもん。ミスった終わる。ミスった終わる。一人で行ったん？一人の、はい、すごいなそれは。日本人ちょっといなくて、はい、最初日本人いたらそんな緊張する人なんないじゃないですか。いつもいつも日本人いなくて、僕は1人しかいなくて、電光掲示板みたいなクソでかいし、いつの番号乗るのとかも全然初めてだったんで分かんなかったんで、パスポート見してちょっと英語で聞いて。あ、英語喋れるの？いや全然喋れない。サッカー面の緊張とかなかったよ。じゃあそこはなかったっすね。じゃ結構あれ、ドイツ人の人とかにも結構要求とかしたりした？ボール出せよみたいな。あ、めっちゃしたっす。めっちゃしたい。しないとボールが来ないんで。まあ、僕両方最初に行った練習が、まあ、次に1対1だったんで、そこでもほぼ全部簡単で、マジでそっからなんか、お前やるやんみたいな空気になって、1日目からそれで、なんかもう、めっちゃ仲良くなって、もう今から遊びに行くやみたいな感じ。マジで1日目から仲良くなるってのはでかいかなと思ってます。はっきりしてるよな、下手なやつは、パスも来ないし、相手にもしないけど、認めてくれたら仲良くなるし、パスするみたいな。あんまりはっきりしたっす。じゃあはっきりしてる。結構点、試合とかでも点取ったみたいな感じで。ああ、あの時は点に関しては結構爆発でした。あ、そうかね、爆発した。自分で来るな、心が。そう。すげえな。食べたおもろいですね。え、ちょっと点ね。いや、どうなんの？え、ドリブラー無双してますか？でもまあまあ、代理人が見に行ってくれたり、そのチームの評価を聞いてくれたら、やっぱそこの部分はすごいっていうのは、だからなんか日本でいうユースのところに入って、はい、あでもここじゃないわって言って、その日本でいう トッププロの B みたいなアンダー23みたいなところにポンってこう、はい、1日2日で予定変更みたいな感じで、あ最終日だけ筋トレだけアンダー23の方で21か23って近くのやつでやってたんですけど、1日目で結構無双しちゃって、また言うから、また言うから。それで次の日から問題23の子で、あ、じゃあもう卒業後はもう J 挟まずに海外行きたい行きたいみたいな。行きたいっすね。ドリブル突破からのゴールはもう向こうの人たちもおーすげえなってなったから、まあいきなしもユースからトップ B みたいなところには行けるんですけど、今真ん中やってる理由の一つでカットインバーンみたいなだけじゃやっぱ無理や。そうですね、向こう行くと、もうそれ以外もいろいろ求められるし、向こう行ったら初速やったらガッていけるんですけど、うん、抜いた後もう前に相手の前に入らないと追いつかれる。追いつかれる。グリーンっていう伸びは尋常じゃないですか。向こうのサイドのやつパッて抜いてガーってえぐっていったり、縦にギャーってちぎっていくじゃないですか、ウイングって、はい、それが多分ほとんどの日本人行ったらできないです。あ、そうなんですか。相手のサイドにめちゃめちゃ足早いんで、だからウィンガーよりもユータが海外で成功しようと思ったら、そのトップ下とか433のインサイドハーフとかをできるようにしないと。得意じゃん結構。そのもともとあれやな、フットサルからサッカーに変わったんやったっけ。フットサル今ちょっとやってたんで、あちょっとな。